で、普段はメイクするところは実は自分の寝室にあるんだけど、ちょっと今ごちゃごちゃしてるし大変なんで、ここでまとめちゃうね。はい、でまず今日はナチュラルにします。なんかマスクつけるからさね。はい、まずこれルナソルさんの、これね、美容液ファンデーションなんですけど、ファンデーションって言ってもこれ実は色がクリアで、ちょっとブラシつけるね。色がクリアだから、でも本当に自然な肌のまますっぴんみたいな感じで、でも本当に素肌が綺麗みたいな、なんか CM みたい、そう、素肌が綺麗みたいな感じになるよ。そう、それをブラシにつけてバーッと顔に、なんかわかる、そんなにカバー力がなくて、なんか子供が喋ってるね。こっちだよね、カメラ。ごめんごめん。なんか首の下にもね。はい。超早いから私のメイク。はい。で、次はこれね。RMS のファンデーション、これは11番かな。これを、まあコンシーラーみたいな感じなんですけど、まあファンデーションなんでもちろん顔全体にも塗っていいんだけど、私はもうコンシーラー代わりに、ちょっとこう気になるところに、あとはちょっとこう鼻の鉄拳とかに、さあこんな感じで気になるところにRMS のファンデーションを塗ったら、ふっ、熱いわけ。とにかくちょっと暑いから、暑い、暑いよね。暑いとさ、もう化粧できなくない、ね、で、次は軽く抑えます。これもずっと使ってるアディクションの、これもクリアの、あの抑えるお粉なんですけど、もうすごい使っちゃってるよね。これも本当に軽く、あんまりなんか私ね、昔はすっごいマットが好きだったんですけど、やっぱり今はツヤ肌が好きなんで、軽めに抑えて、はい。ここから大好きなシェーディングをしていきたいと思います。シェーディングはもうこれもずっと、なんかね、色味がねいいんですよ、シェーディングにするとき。私はここの頬骨と、頬骨の下か、下、首下の上に、あ、ごめん、色見せるね、こんな感じ、結構黒。もうシェーディング超命。暑いな、少し、まあ、こんな感じでシェーディングして、塗ったら、あのノーズね、シェーディングと同じやつでノーズも軽くつけます。なんか顔にさ、陰影がある方が好きなんですよね。メイク動画もね、見たいっていうコメントもあったんで、ちょい入れていくね、これ。ああ、神。で、次はシャドウを塗っていくんですけど、これ、なんて読むんですかね、ちょっとわかんない。あのセフォラで買った、ここの、ここね、こんなにカラフルだけど、実は中ね、すっごいナチュラルでできてるやつで、成分が
そう、すごいのおすすめだよ。こういうちょっとキラキラした感じのやつ、今日はねこれとこのここを混ぜて使っていくね。キラキラしてるか、かわいいよね。やつは本当にね、もう適当よ。パッパッパって、アイシャドウ濃いのもそんな好きじゃないの。でも昔はなんか大好きだったけど、今はもう全然、なんかいかにナチュラルに見えて、でもちゃんとメイクもしときつつっていうのが次に。で、バッと塗ったら、この中にも薄いんだけど、ちょっとキラキラしてる。このね、キラキラのやつを目の下にね、つけていく。冬はあんまりこれやらないんだけど、なんか夏はさ、目の周りキラキラしてたら可愛いじゃん。あとなんかやっぱマスクで目が見えない。目が見えない、違う違う。マスクで、目しか見えないので、なんか、目元可愛くしたいですよね。キラキラとかにして。こんな感じです。で、アイライン引くんですけど、私はこのラブライナーってやつで、これはブラウンかな、ヌードブラウンってやつで、すごいいいですよ。これも薄くて、もうこれは先端っていうか端っこにすごい薄いブラウンなんですよ。これをピッ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 って。真ん中からこっち側に軽く引いて、早いでしょ。あとはこの、トム・フォード、トム・フォードのこれ、なんだろう、ちょっと分かんない。はい、これね、なおこの紫のところの一番濃い色を上から、アイラインの上からちょっと入れて、なんか昔は黒いアイラインとかでガッツリ引くのが好きだったんだけど、そういうのもなんか最近はこういう茶色とか紫、バーガンディっていうのとかでぼやかすぐらいのアイライン引くのが好き。その方が目が大きく見えるし、ナチュラルだし、好きです。こんな感じです。はい、いつももっと早いんだよ。これなんか説明しながらにちょっとね、丁寧にやってるからなんだけど、もういつもは超もう超早い。あとなんだっけ、何するんだっけ。そう、マスカラ。私眉毛は一番最後派なんで、よし、マスカラ。もうずっと私クリニック、今までなんかねロングタイプのやつ使ってたんですけど、最近ボリュームを使ってる。でマスカラを、YouTube のコメント欄をさ見るのも楽しくて、もちろんインスタもなんですけど、なんかやっぱみんなからのコメントとかって癒されるよね。今朝もさ読んでてさ、そう、昨日そうモーニングルーティンをアップしたから朝コメントを見てたの。そしたらなんか、今日の朝もなんか撮ろうって思えたの。みんなにもっとシェア したいと思って、なんかやっぱコメント読むと意欲が湧いてくるよね。元気が出ます。ありがとう。
はい、で下マスカラは基本端っこにしか塗りません。なんかねすっごい私下まつげが長くて、あ別に自慢じゃないんだけどこれはそうなんかね怖いの、ね、全部塗ると。そうそうそう、だから上も本当に端っこだけ、先端からこっちだけパッと塗って、どこくなっちゃった、このままでいいんだけど、ね、軽くこうやって塗って、もうほぼ最後です。眉毛アナスタシア、ずっとブラシもアナスタシア、これはブルーパウダー、ソフトブラウンってやつですね、アナスタシアの。こっちの濃い方を使っていきます。でなんかね最近はなんかちょい一本眉っぽいのにハマってて、なので上には足さずにあんまりね下に足してって、なんか自分の中で眉毛の入りがいろいろあって、なんかやっぱビヨンセとか見ちゃうとさ、すり眉のパンみたいなのやりたくなったりとかするんだけど、最近なんかねメイクがナチュラルになっちゃったから、こう眉毛もなんか一本眉で平凡な感じが好き。こんな感じ、一本眉系にハマってるんで、なんか優しい印象になってよくない？はい、こんな感じで、最後にもうほんとこれで終わりね。チーク、これはロレアルのなんかねオレンジ色のやつ、あ全然違う、ピンククレームだってオレンジでもなんでもないっていうね。はい、これをパーッと、さっきのあのシェーディングのちょっと上ぐらいかなに重ねてみる感じにしたら終わりっこクラブって感じ。一回ちょっと乾かして、汗がすごい。はい、って感じでメイク終わりで、そうリップはもう最近マスクをするからつけなくなったんだけど、そこの間もカバンの中身で紹介したこのナチュラルフュージョンは塗るかな。今日も塗っとこうか、一応ここまでやったからには、はいって感じで完成です。バイバイ、お出かけしてきます。